神々しい、神々しい、神々しいだろう。これはもしかして光っている頭か。でももう晴れたぞ。おいみんな、写真は好きか。まだ好きです。好きです。好きじゃねえだろお前ら。おもり盗撮やってます。盗撮やってんのお前。お前は死刑や。死刑だって。死刑だ。ちょっとな、みんなはな、今写真のセンスがないから、鍛えてもらいます。今から20分で、できるだけの数の、30分だ。あら、今からな、30分で、やっぱり10分にしようかな。なんでなん、やっぱり10分がいい。なんでなん、神、20分。20分でいけ。いや、しっかりしてる。もう、やだなんよ。今から20分の間に、できるだけな、みんなには写真を撮ってきてもらいます。おー、なるほど。マジかよ。いくらでも撮っていいんですね。いくらでもいいよ。100枚でも1000枚でも連写だ。1000枚でもいいよ。連写でもいいよ、もちろん。で、その後にな、俺がお題を出します。例えば、緑のものとか出します。俺見るぞ。おー、俺やん。で、まあそこでね、一番緑のものを取ってこれた人、その人にポイントを差し上げます。なるほど。お題が出されてから取るじゃなくて、逆なんだ。取ってからお題が出される。そうです。それいっぱい取らないといけない。じゃあ30分がいいな。文句言うなお前ら、さっきから。3回までいけるんじゃないの。変更が。そうそうそう。誰情報やねそれ。できるって聞いたよ俺も。だいたいそういう風な感じって。じゃあ、え、次変更したらもう帰れないけど大丈夫。相談しようにな。相談しようないって。どうする、もうないって。20分はちょっと短いわさすがに。25分。じゃあ20分でお願いします。20分かい。とりあえずじゃあ今からね、20分撮ってきてもらいます、写真を。了解です。はい、任せてくだまし。上からちょっと見とくから。ブレスめちゃくちゃやんけ。一世一代の用意スタート。よーし、よーし。とりあえず1枚目やな。1枚目かしら。1枚目大事やからな。ちょっとちょっと、おいおいおい。あ、これいいね、このツーショット。あ、いいですよ。カメラマンいる。いいね、いいね、いいね。いいよ、いいよ。いいね、いいね。下から撮っちゃうよ。下から撮っちゃうの。おお。いいね、いいね。うえ。あ、恥ずかしい。下から撮ってたの見られた、恥ずかしい。やめろ、やめろ。おい、ちょっと尻見せろって。尻見せろ。おい、逃げるんじゃねえよ。おい、最高以下はいいじゃねえか。とまずカメラマンみたい。うわー、いいよいいよ。いいよいいよ。これがあるなんて。お前らグラビア写真撮ってんのか。とりあえずあれだよな、絶対出そうなお題を僕はもう知っている。なのでこれを撮った。なんで知ってんの。なんで知ってんだ。わかるよ。言うてみ、言うてみ。イケメンだろ。出るだろ。絶対俺出さない。間違いなく出るだろ。出るかな、イケメン。ブラゴル。ナイスだ。村はズルやん。わ、村はズルですね。村はズルや。どっちゃおう。村ズル。帰れ。帰れ。帰れ。どっちゃお。帰れ。帰れ。嘘やん。広いな。広だけにね。何かかってた今。なんだかかってたまたま記録ぐらいだだけじゃん。関係なかったな。関係ないよね。だけにかかった時使うもんな。記録が言ってるならまだし。はい、残り15分ですよ、あと。やば。14分、早い。10秒しかないですよ。いけるかな。うわ、すごっ。隣が普通のさ、広っ。なんか 1.8 になってからすごいよな、マイクが。ねえ、マジですごいんやけど。すごいね、このウリ乗るとこ。これすごくない？すごいすごい。めっちゃいいとこいるじゃん。撮れるやん、ずる。いいでしょ。綺麗だな。いいね、
君。こういうことやね。君の筋肉。最高か。どういうこと？お、あったー！これが取りたかった。やったー！取りたいものを探してたんだ。そう。ダイヤモンドか？ん？え、なんかずるくね、ダイヤモンド。ん？何今の。お、え、これやばい。あ、僕勝ったかもしれない。勝ったとかあんの？お題知らないのにさ。写真一枚で勝ったはないでしょ。コット。みんな勝ってる。勝ったとかないよ。ガチ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 。え？ガチガチ。ガチガチ？ガチガチ。めっちゃ硬いってこと？毒蜘蛛きたー。いただきました。これ強い。うわこのデッキ。これ強い。この1枚デッキに入れることによって結構強いかも、強いかもしれない。デッキ。デッキ。写真のことデッキって呼んでらっしゃる。この1枚強いよ、結構多分。マジか。切り札。切り札これ結構でかいかも。それ大丈夫？禁止カードじゃない。禁止カード。禁止カードとかあるの？禁止カードある可能性あるよ。デッキ入れたらあかんからな、禁止カード。やばいな、それは。それ考えてなかった。大丈夫？みんな300枚ぐらいも取った？多分ね、100枚も取ってまう。30枚ぐらいじゃない。30枚も取ったの？取ってない。え？そう、取ってないの？取ってないの？取ってないの？やばくない？とりあえずいっぱい取らなかったらやばいよ。あとちなみに5分しかないですからね。やばい。やばいやばい。いや、もうナジ何でもいいから、いっぱい取っといた方がいいよ。ウィー！え？ダイヤモンド？ダイヤモンド？これスクショ取っといたよ。俺だけのダイヤモンドでしょ。これさ、もう一回朝挟みたいけどね、ちょっと。うん。あ、もう一回朝挟む？いいよ。10分延長、神の力。やったー！やったー！神の力！延長です！神様ー！イエーイ！朝よ、みんな。お前、朝になってきたよ、みんな。本当に？チャッターチャンス、チャッターチャンス。チャッターチャンス、完璧です。おかしいなー。明かりは見えない。待ってくれ。これだろ。完璧。俺めっちゃレアなところ見つけたよ。そんなマイクラってレアな世界あったっけ？俺だってこんなの見たことないもん。もう何これ。勝ったわ。ずっと言ってるやん、勝ったわ。みんな勝つやん。ごめんやけど、俺禁止カード入れるわ。あ、いいね。いや、ダメだろ。ちょっと。それはダメだろ。何？ここだ。ここが伝説の地下。これを言ってるんだろうな。マジか。バレた。バレたぜ。わあ。禁止だぜ。俺の理想郷が。あとちなみにね、約5分ですね。あと。なんだろう。やばい。頑張ってください。よっしゃー。お、ヒロくんがエースカード。マジ？ヒロくんもエースカード？ありましたね。ヒロくんエースカード。切り札？切り札？うわ、切り札来たか。しかも、エースが見当たらない。モブ付きです、これ。え、なに？同時に対象感。やばいな。強欲なツボの召喚版。君たち遊戯王好きすぎでしょ。はい、わ、やばい。ここで終了でございます。マジかよ。めっちゃ装備強い。なんか装備強くないみんな。みんな強いね。ダイヤとかいるし、金パンツ、金リンゴでいたり。なんだよ、なんだよ、なんか言いたげだな。なんか言いたげだったな。はい。はい。神だ。あ、神様。どうも。神来た。あ、どうもどうも。皆さん、撮れました？ 30 分経ちましたけど。はい。撮れた、撮れた。マジ撮れた。どう？何枚ぐらい？何枚ぐらいあるの？え、マジ何枚だろう？ちょっと待って、マジわかんない。でもチャット欄すごいよ。じゃあ、早速お題。はい。来た！出しますよ。出したね。おぉ。じゃあ、1個目のお題はね、まあ、とりあえず、よくあるやつでいこうかな。よくあるやつ。絶景。絶景。なるほど。これはみんな撮ってるでしょ、さすがに。やばい、はい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 。絶景か、いいね。あるあるある。それはもちろんありますよ。誰から行く？さあ、見せましょう、皆様に絶景というものを。お願いします、絶景。はい。行きます。はい。これです。わー！これは。はい。これはかなりの点数だと思いますよ。なかなかいいぞ。いや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 。
何これを超えてくるのか。淡いよ、まあ、夕日で行くんだったら俺も夕日で行こうかな。じゃあ、あ、ちょっとじゃあジャワパの写真超えてくるよ。何行くぜ、ドン。何、おお、かなり、ね、それは絶景だな、これこれは絶景だよ。わあ、山が高いよ、いい感じ、いいですね、これ馬と山に挟まれた太陽みたいな。あ、そうなんですよ。あ、いや、いいね、いいけどさ、あれだよね、普通のさ、バイオムじゃん。何何島さん、なんかあるんすか、写真。ありますよ、それは。普通じゃないのが。見せてやりますよ。ほい、おぉ、メンサメンサ、めっちゃいいやん、これ。そういうことよ。伝説の地に足を踏み入れてたか。くそ、これ あるのは知ってたんだけどな。これさ、太陽の位置がいいとこにおるな。確かに、絶妙だね。ないや、みんな夕日やん。夕日芝居だな、これずっと夕日の時間でやってたっけ。いやでもね、やっぱね、日の高さってのがありますから、まあ僕のこの日の出のね、最高の写真をね、見てもらおうかなと。どうぞ。はぁ、えぇ、ー、えぇ、ー、これは最下位だろ、もう。あ、ダメなんですよ。も、ボールじゃなくて、チラッと見えてるのがいいんすよ。いや、つくろに太陽の面積、狭くなんか、適当に撮ってた1枚、適当に出しただろ、これ。じゃあ、ヒロくん。はい、いや、もう、あるもう、あ、遅れます、いけます。はぁ、はぁ、はぁ。おぉ、めっちゃ、いや、みんな一緒だって。一緒やんけ、太陽ばっかやん。お題、日の出じゃないんだよ。いやこれ1位誰だ、1位誰だ、感性で評価しやんなあかんのむずいな。いや、俺やろな、多分。いや、俺かな、ないよ。いやー、俺にはないな。やっぱ、チラッチラッっていうのがね、やっぱね。この絶景の優勝者、芝さんです。よっしゃー。確かにね、太陽の位置が真ん中じゃないっていうのがいいよね。そうそう、バランスがね、すごくいい、なんか。いやいや、よしよしよし、はい、じゃあ、次のお題。はい、ピカピカ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 、あるかな、ピカピカなの、ありますか、皆さん。あるな、あるよ、あるよ、ありますよ。あ、もちろんありますよ。なんであるの、ピカピカ。これは、いいね、まあ、これどうぞ、いいんじゃない、ヒロ君から、いいよ、いや、ピカピカ、太陽だ。あー、なるほど、シンプルに。そう、太陽だけです、これ。よく撮ってたな。仕方ねえな、なら僕がそれと合作ということで出そう。何合作か、いくぜ。これで最高のピカピカが完成する。どうだ、ピカピカ。わー、いい、いい、ハゲやからってことだ。そうです。これダメだね。おい、いいぞ、いいぞ、これ勝てーよ。うわー、これ格だよな。俺が出してやりますか。じゃあ、おっと、お、ジョーさん、これだ、これ、いくぞ、ほら、おー、ピカピカだ、金のピカピカか、金リンゴ、そういうことよ。うわー、これはピカピカだな。いいよ、ちゃんと置いて撮ってるからすごいよ、これ。置いて撮ってるよ、確かに。じゃあ、まあ僕のまあピカピカも見てもらおうかな。おっと、やっぱ皆さんなかなかまあいい線いってますけどね。ピカ、僕のピカピカにはもうかなわないです。わー、輝いてる、完全にピカピカです、これが。輝いてるな、輝いてる、輝いてますね、これ。これはピカピカだわ、すごい、瞳が輝いているな、そこ。さあ、みんなピカピカあるけど、ジャンパーある？まあ、夜空に輝くピカピカだったらありますね。はい、お、お、はい、じゃあ行きます。あー、なるほど、割とね、牛と、まあ確かにピカピカしてるな、星が。ちょっと構成さっきと似てるけどね。確かに、確かに、ね、隣に動物置くの好きやね。これはさすがに直切さんがちょっと頭抜けてるな。やったー、頭だけやべえよ、頭抜けてるな、ちょっと頭抜けてるわ。よーし、負けたー、負けたー。さあ、まだまだお題ありますよ。おー、まだまだかよ。よし、
なんだ次は。じゃあ行きますよ。次のお題は、はい、行かないでーでございます。行かないで。行かないで。なるほど。なるほど。なるほどね。あるはずだぞ。行かないで。ありますよ僕も。おっと。はい。あります。またヒロくんから。はい。ヒロくんスタート。いいですかじゃあ僕。はいどうぞ。こちらどうぞ。ウルさんに置いてかれて行かないでとなってる写真でございます。なるほどな。それ関連だったら俺もあるよ。ウルさんに取られてるやん。ヒロくんに置いてかれた行かないでですねこれは。いけるぞ。何かなりのエースカードですよこれは。おっとこれ僕から目線じゃなくてモンスター目線ですね。おー、はい、モンスター目線行きましょう。なるほどね。これですね。行かないで。これだ。いや強い。うわこれだなと。僕は。これだなこれ。ホラーすぎるでしょ。エースだな。すげえこの写真。それに近いのありますね。近いの？えある。ありますよ。何？あの人気者っていう感じでちょっと撮らせていただきました。なるほど。あのもうみんなが行かないでって言ってんのか。感じ的にはちょっとライブ終わった後に帰ろうと思ったらこうファンがめっちゃ行かないでだな。あそういう風に見えてくるな。なんか行かないでって書いてあるそんな感じかな。うり、ん、ありますか。うりいやもうもちろん、はい、まあありますよ。はい。おーおーうわ強っ。これだこれは。いやこれは強い。すごい。まさかこれはこんなもん撮ってるとドンピシャでハマってるやん。いやこれちょっとハマりすぎてるな。ちょっとこれはウリに1ポイントですね。うわもう構図もめっちゃ綺麗し、もう綺麗だな。いやラウリ強かったけどな。いや負けてしまった。さらに上を行かれたな。いやみんなの写真おもろいな。おもろいですね。おもろいユーモアがありますね皆さん。さあ次のお題。おい来週はここに出かけたいでございます。なるほどなるほどなるほ ど, なるほど。あるかみんな。ありますよ。おお何。じゃあヒロ君から。はい。うわ海の中の建物ってなんかユーモアというか憧れますね。行ってみたいみたいな。なるほどね。なるほどなるほど、はい、いやいやマジでむずいなこれ。ういなお題。じゃあ自分行っちゃおうかな。おおウリ僕の来週出かけたい場所行きます。はいはいベッドの中です。あーそういうことね。ベッドの中出かけてはないなこれな。あら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 お茶だったね。あらららあおこれ来たかもしれない。おっとマジありますか。これですね来週出かけたい場所。はい、おこれです。鍾乳洞ですね。おおちょっとね遠いんでね。鍾乳洞の面積狭くない。いやメイン崖やけどね。違う違う違う。だって来週行きたいとこだよ。やっぱ遠目にないとさ、もう近くまで撮ったらさもう行ってるじゃん。こう遠くで映すのがポイントだと思うんだよ、ね、なるほど確かに。なるほど僕も行きますよ。僕はい島さんの写真ほい。おー似てるの。似てるこれ。似てる気がない。何これ何これ。大きな丸い穴。めっちゃ丸いよ。めちゃめちゃ丸い穴。大きな丸い穴。めっちゃ丸いんだけど。これ絶対塗りつぶしたでしょ自分で。やったらやったら来週はここに出かけたい。嘘つけ。じゃあまあまあ俺が行きたい場所ですね来週。お滝に打たれる家。おすげえすげえこんな家あったの。こんなのないぞなかなか。村人上に避難してるから。いけないじゃんじゃあ。もう来週にはなくなってるかもしれん。これちょっとさすがにジャーマニー1ポイントですねこれは。やだやるのやりますね。さあみんなバランスよくポイントが入ってますね。確かに。ちょっとずつ難易度上げていきますよ。いいね。かかってきなさい。任せてください。はい。なんだこの匂い。なるほどね。なんだこの匂いか。写真を見て、
あ、匂いがプンプンしてくるなっていう風に思わせるのが大事です、ね、はい、あ、じゃあ僕トップバッターいきます。お、はい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 、はい、いきますよ。なんだなんだ、なるほど、首のね、足あたりと、あ、なるほどね、はいはいはい、そういうことか。じゃあ自分次行っちゃおっから。お、はい、とんでもないもんをね、俺は目撃したんで、ね、とんでもないもん。はい、じゃあ行きましょう、はい、どうぞ。なんでしょうかね、なんだこの匂いって感じですね。うん、ちょっと待てよ。わーっと、頑張りました。おいおいおい、ちょっと待ってくれよ。話と違う。やばいやばいやばい。そうだろ。俺たちみんな考えること一緒なんやな。考えること一緒やんけ。やば、え、そんなことある。よくよく、いや、ないよ。さすがに持ってねえよ。これはこれはこれはね、ちょっと3人ともにポイントを渡せるのな。やったー、やったー、そんなパターンあるんや。いや、さすがに一緒やからな、これは。さあ、つけんのかわいそうよ、これは。やったやった、よかったー。じゃあ次のお題いきますよ。オッケー、次のお題、うわ、でかっ。これでございます。ちなみにこれの次がラスト問題ですね。いや、マジか。なるほどね、ちょっとみんなの一旦見たさあるな。どのくらいのあれでいくのか。お題通りだったらあるよ、普通に。もういきますか、ヒロ君。ああ、いきます。はい、うわ、でかー、でかー、シンプルだ。確かにでかい、でかい、でかい、でかい。わー、これぐらいかな。はいはいはい、じゃあさん、いくのか。はい。うわー、でかいね。でかっ。確かに確かに、でかいね。でかいね。写真の大半がもうアイアンゴレムです。確かに。じゃあ僕も出そうかな。いきますよ。はい。何？これですね。でかー！でかー！でかーって言うより近っ！この角度かなりでかく見えるでしょ。あー、確かに。巨大には見える。でしょ。じゃあ、俺出そうかな。はい。はい、いきます。こういうでかい。わー、こっちのでかいね。こっち方面のでかい。どこがでかってことですね。これ出すしかねえな。おー、なんか見て、もうでかって見てる、これ。あ、かわいい写真。ほら、首上に上げてさ、俺のこと見てる。お、でかって。あー、自分がでかいと。そういうことよ。あー、なるほどな。なるほどな。さすがにこれは、1ポイントかな。うわー、いや、これ強いって。まあ、これはね、シンプルにもうでかいもんね。ね、シンプルにでかいもん。まさか、まさかシンプルが勝つとは。無理やったさあ、最終問題なんですけど、はい、はい、なんと最終問題、100ポイントです。なに、なんでもありやん。今までのポイントが、今までの時間返してくれ。100ポイントのお題を発表いたします。はいはい、はい、100ポイントのお題、こちら、かっけーです。来ましたね、かっけー。はい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 、かっこいい写真。なるほどね、かっけー写真、もう自信満々で出せるね。マジ、これは、うん、ガチで言ってる、ガチで言ってる。出させてもらってよろしいですか。おー、もう早速、はい、早い。これですね、かっけーこれならもう堂々と出せるわ、これ。ちょっと強っ。かっこよすぎるな。俺も出そうかな。お、これだ。お、みんな自分のこと出してるよ。みんな自分やんけ。やっぱこのマインクラフトをやってる俺らかっけーって思う。なるほどね。あー、なるほど。俺ら、俺らなんだ。みんなこう自分の目的を持って歩いてるでしょ。あー、確かに。いや、かっけーなと思って。いや、めっちゃいいこと言ってるじゃん。俺もみんなとのね、時間を大切にしていきたいと思う。みんな、いいよ。おい、かっけー。おい、なんやこいつら。みんなとの思いとか言うてさ、お前自分だけやんけ。待て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 、まだ足りないだろ、それじゃあ。何、いきます。おっと、ダイヤ持ってる。お前やんけ。ダイヤモンド持ってるじゃん。見えない見えない見えないよ、角度が悪いな。
ですね。まあ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 。おっと。まあみんなもかっこいいけどね。やっぱり俺がかっこいいんすわ。なんかヒロ君下向いてもうてるし。私下向いてない。待って、このお題成り立ってない成り立ってない。マジでこのお題成り立ってない。どうすんの、延長戦、これ延長戦するか、延長戦しよう。これはちょっとドロードロー、うわぁ、エースカードが。延長戦、延長戦いきますか。これで1位だった人が100ポイント、1位です。よし、なるほど、オッケー。じゃあ最終問題のお題、こちら。おぉ、テンション上がるぜ。ありがとうございます。うわ、最後にふさわしいね。なるほどね。テンションを上げるような写真お願いします、皆さん。オッケー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 。皆さんありますか？あります。あれ、何、これは特にナオニがテンション上がるんじゃないでしょうか。なんだと、ドン、うわー、なんだと。まだまだけだ。ありすぎじゃない、これ。バラとボタンじゃないか。量欲しいな、これ。量やべえ。めちゃめちゃあるよな。うわー。これ上がるっしょ。歩いててこうなってたらテンション上がるな。じゃあ僕も行きましょうかね。はいはいはい。はい。おい。うわー。上がるな。ダイヤか。上がるね。いやー、これ確かにテンション上がるな。上がるな。一番上がるわ、それは。あー、確かに。ダイヤがなるんだ。ちょっと待って。あ、ヒロ君もそういえばダイヤを。そうだね。いただきます。ドン。おー、2個あるぞ。1個だと思ったら、そう、増えてく。これはテンション上がる最高の瞬間ですよね。うわ、そういうことか。2個、3個ってなっていく嬉しさ。うん、それが伝わってくるわ、これ。この写真1枚だけでも。いいね。さあ、ウリ、上がるよ。テンション上がるやつ、みんなと同じベクトルではないけど、お、それでもいいわ。見ます。はい。あの、これ、これすごい。これ、まずバックストーリーを聞いてほしいんやけど、俺が適当に海を泳いでたんや。そしたら、見てください。誰かのいる痕跡。この時めちゃめちゃテンション上がって。なるほどね。実際に上がってた。俺のや。甘いな。何？甘い。甘すぎる。まあ見せてあげるよ。僕の切り札いきましょう。はい。これです。テンション上がってるね、これ。テンション上がってるね、これ。テンションが上がってるの、これ。これ爆発するよ、もうそろそろテンション。クリーパーのテンションが上がってることね。そう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 。その後もありますよ、その後もちゃんと。めっちゃダメージ受けてるやんけ。飛んでるやん。これは誰だ？ちょっと、まあ写真の構図とかもろもろ考慮いたしまして、優勝は直樹さんです。やったー。やったー。やったー。おめでとうございます。しょここまで危ない写真を撮るっていうのは難しいですから。命張ってんな。頑張りましたよ、これ。おめでとう。優勝してしまった。おめでとうございます。ポイントか、すごい差で負けちゃったな。本当だよ。君たちはね、もう一回写真を撮って勉強してください。撮ってください。わかりました。わかりました。